はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の合成関数丸2をお送りします。で、前回から合成関数スタートしたので、まあ、今回は問題演習にもやる形になります。なのでまずここでね、一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にね、ちょっとわかんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ちょっと近所でね、多分雑草をなんか切ってる音がしてるんで、もしかしたら拾ってたらごめん、なんかウィーンみたいな言ってるかもしれないけど、ちょっと気にせずお願いします。じゃあまずね、1番、オーソドックスに FX、GX 与えられてるので、まあ、合成関数、まず G丸FX から行きましょう。で、ここはちょっとね、板書量を取るんで、ちょっとちっちゃいんですけど、見にくかったらね、パソコンの方は全画面表示で見てください。じゃあまずあっちからですね、あっちっていうか先の方、G丸FX です。で、これは前回の動画でやったように、これは G(FX) と同じ意味なんですよね。だから、主役は GX になります。まず、こっち GX、log5X ですね。で、これの X のところが、この FX に変わりますよと。だから GX をまず、書いてしまって、log5X って。で、本当は X 書きたいんだけど、その部分が FX、つまり今5の X 乗に変わるから、X のとこを5の X 乗に変えようねっていう。で、これで OK。log5、5の X 乗だと。で、まあこれね、普通にコマは X って、まあ暗算できれば嬉しいんですが、一応これ答えね、X。まあちゃんとやると、まあ対数、肩にね、ついてる、5の X 乗の肩についてる数字が前に出てくると、対数は。だから、X、ログ、5の5と。で、このね、定と真数が同じになるとき、ログ5の5とか、ログ3の3みたいな感じはこれ1なんで、だから、X×1 で、答えは X という風になります。じゃあもう一丁行きましょう。あっちですね。F丸GX。で、これも同じように、F の GX とこうなります。だから主役は FX なんです。5の X 乗、こっちが主役。で、5の X 乗なんだけど、X のところが GX に変わる。つまりこれね、log5X に変わりますよ。だから X の代わりに、肩にログ5 x が来ますよと。で、これもね、もちろん指数のところでね、覚えてればこれも暗算で、あ、x だなと。やってくれれば OK です。で、一応これをね、まあ、詳しくというかちゃんとやると、例えばこの5のログ5 x 乗、これをじゃあ a とかって置きますよね。5の、まあ、こうやって置くじゃないですか。で、これ指数対数の時にやりましたけど、これって変形すると、肩の数字ね。肩の数字、数字って言うのは log5x だけど、肩イコール、ログトントンね。右からね。肩がログトントン。つまり log5a と一致すると。こう変形ができます。で、今ね、log5 一致してるので、当然ここは同じになる。だから a イコール x ってなるんで、ここは x になりますよっていう。で、これで終了となります。よいしょよいしょ。っていう感じ。で、2番ですね。この3つの合成関数。まあ、FX、GX、HX 与えられてて、合成関数 H 丸 G 丸 FX。まあ、読み方同じになっちゃうんだけど、このカッコの部分が違うんだよね。後ろが先にカッコになってるのと、前がカッコになってるやつ。これをそれぞれ求めていきます。で、これがちょっと板書量を取るので、ここから行きますね。じゃあまずあっちから行きましょう。で、これどうやるかっていうと、一気にはちょっと厳しくって、まずこっち。G丸FX。カッコの中に入ってる方。それを先に求めちゃいます。自分はね、計算ミスを、常習犯なので俺は。で、こっちまず求めましょうと、この部分ね。で、それはさっきと同じようにやっていきます。G丸FX なんで、これと一緒。だから、今は GX が主役になります。4X-3。だから 4X-3 って書きたいんだけど、X の部分が FX。X2 乗に変わるから、X のところが X2 乗に変わって、こうなります。まあ、これかなりシンプルですよね、これは。じゃあ、こっから今求めたいあれ行きましょうと。
こっからね。で、H 丸、カッコの、G 丸、FX。で、これは、まあ、書き直すと、H がまず主役になると。この書き方するとね。で、後ろに、G 丸、FX が入って、カッコ足りてる？入ってるか。まあ、こうなります。で、これはまあね、ちょっとごちゃごちゃして見えますけど、主役は HX なんです。H が出てきてるからね。HX、こいつが主役。だから、ちょ、一回書いちゃおうか。ルート、X2 乗プラス1と。これが主役になる。でも、さっきと同じように、X の部分がこれに変わりますよって。じゃ、これ何かって言ったら前出したよね。つまり、X2 乗のところ、前、X のところがこれに変わるから、書き直しましょう。X のとこに 4x2 乗マイナス3。でも2乗だったでしょ？だから2乗が来て、プラス1か。こうなります。いいね。まあ、2回合成関数を、まあ、合成する感じですね。で、これはまあ展開しておきましょう。ちょっと長くなるか。入るよね、ちょっと。あ、OKOK。展開すると、これはまず 16x4 乗か。で、マイナス 24。X2 乗の、で、プラス9が出てきて、プラス1とくっつけると、プラス10ですね。となって、まあ、これであとは、まあ、これで綺麗になったんで、終了という形になります。まあ、やってることはね、前と変わらないんですよ。変わらないんですけど、一回増えてしまう分、ちょっとごちゃごちゃ感じる。ですけど、何が主役で、で、その主役をちゃんと把握したら、その主役のね、今だったら、この X のとこに何を代入するのかっていうのを一個ずつやっていけばね、そう崩れることはないので、まあ、こんな感じでいきましょう。じゃあもう一個ね。こっちです。で、これは H0GX がここにね、カッコがついてるんで、まあ、そいつを先に求めます。H0GX ですね。で、これはまあ、一応書くか。H カッコ GX と同じ意味なので、HX が主役です。こいつね。で、こいつの X んとこに GX、これを入れるということなので、よいしょ。X んとこに 4X マイナス3を入れましょうと。2乗プラス1。で、まとめると、これ入ってる右。あ、ギリか。これ展開すると、16X2 乗、これ間違いなくないね。マイナス 24X プラス10か。合ってる？これ見せたくないね。大丈夫かな？となりましたと。じゃあ、こいつね、求めていきましょう。カッコが多いんだよね。カッコ H0G の丸 FX と。で、書き直すか。一応書き直すと、H0G がまとめて前に出てくると。だから、ちょっとこの辺書き方、まあ合ってると思うんだけど、で、中が FX と、こうなります。ちょっとごちゃごちゃ見えるかもしれないんですが、さっきと同じように考えると、主役は HX だったよね、この時。H が出てきたから。主役は HX。今回は H0G が出てきてるので、主役は H0G なんです。こいつです。こいつ。が主役になる。ちょっと下行こうか。長いもんね。だから先一回書いてみましょう。どうせ書き直すんだけど。ちょっと長く書くよ。これ、うむー。これが今 H0G ね。で、こいつが主役なんだけど、それの X んとこを FX に変えてねって。で、FX って何って言ったら X2 乗。つまり、こいつの X んところを X2 乗に変えるから、ここ X2 乗の2乗だから4乗ですよね。なぜ X を消した？こう。X んとこ2乗に変えるから2乗になって、で、これで終了。という風になります。これが、まあ、三つのね、関数を使った合成関数のやり方です。で、これ一番もそうなってるんですけど、これ結構ね、教科書とかワークよく出てきます。5の X 乗。これね、ここが一緒なんだよね。5と5なって、で、XX なってるんですけど、例えば3の X 乗とログ 3X みたいな。これだとね、一致するんですよ、答えが。で、こっちはまあ置いといていいんですけど、この三つの合成関数の時ですね、どうしようかな。黒でいくか。これ、一応、まあね、ワーク見たら一応この言葉書いてあったんで使っちゃいましょうか。これ結合法則が成り立ってですね、
結合法則ね。今やったどっちから行く？こっちから行こうか。H 丸 G 丸 F これが今後ろが2つくっついたバージョンですけど、これと今求めた H 丸 G 前がくっついてるバージョン、これ一致します、基本的に。だからこれ求めなくても片方出たら一致するんだよね、絶対。点が成り立つ。まあ、結合法則っていう言葉が書いてあるワークがあったので、まあ、使わせてもらいましたけど、これが成り立ちます。ただし、まあ、この1番はね、一緒になりましたけど、前の動画でもやったように、G〇FX と F〇GX は一致しないです、これ入れ替えても。まあ、交換法則って言い方が使っていいかわかんないけど、交換しても同じにならないので、これは気をつけてください。この問題はたまたまなってますけど、これはね。ただ3つの合成関数はこれで結合法則が使えるので、まあ頭の片隅でも置いといてください。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。さあ、あともう1本ね、合成関数やって終わりになります。で、次回はちょっとと難しいのが出てきますので、まあ、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ではまた次回の動画で会いましょう。いって